こんにちは、ペンとカメラとザキ長です。今日はフランクリンプランナーオーガナイザーに書き写していきます。2月くらいまでセットアップを進めていきたいなと思います。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。さて、いよいよやらねばならないという感じですね。2023年の真新しいフランクリンプランナーオーガナイザーが手元にあります。これはですね、カバーのないタイプですね。裸のタイプです。ですからこんな感じのちょっと流行りの製本になっておりますね。これはこれでかっこいいモダニズムですね。かっこいいなと思ってます。こちらの2022年版ですけれども、10月のですね、中旬からずっと使って今日に至っております。ですから、まあなんとなく育ったページって分かりますよね。ちょっと色も違って見えたりして、このトモエリバーのペーパーがね、すごくいい感じでインク吸ってくれるんですよね。ですから、こう1年間使ったらどんなに素敵な感じになるだろうというのは今から夢が膨らむところなんですが、はい、本体の前にですね、このガイドがありますね。ガイド&フォームズっていうのがあるんですけども、ただ自分の仕事の方向性っていうんでしょうか、方針、まあ大事にしていくものというのがなんかちょっとこう合ってないような気もするんですよね。対面する相手をクライアントというふうに考えるべきかどうか、あまりそこを考えてしまうと仕事が進みにくいっていう、考えない方がむしろいいんじゃないかっていうふうに、まあだけど学ぶべきものもあってですね、このフォーマットそのものじゃなくてもここにある要素っていうのはですね、すごく大事なことなんだろうなっていう勉強にはなりますね。まあすいません、言い訳ばっかりで。とにかく今日目標としているのはですね、セットアップです。2023年フランクリンプランナーオーガナイザーをセットアップしていきます。まあ新しいところに書き込んでいきたいと思っています。同時にですね、現在まあなんとなく使っているスケジュール管理のものっていうのはですね、このバイブルの中にはですね、このバイブルサイズなんですけども、ファイロファックスのマンスリーとウィークリーが入っています。こちらの方も書き込んでいきたいなと思います。もう一つなんですけども、新入りのミニですね。こちらの方も随分もう使ってるんですけれども、まだ1週間経ってないのかな。まだまだこれから育てなきゃいけないんですけども、マンスリーをだいぶ書いてはありますけれども、もっと書き写していってたり、それからウィークリーは特にこれには入っておりません。デイリーをですね、こんな風に自分で勝手に作っています。はい、これをですね、まあ充実させていきたいなっていう感じですね。1月はこの色でいこうかなと思ってるんですけどね、まあなんとなくです。今ちょっといろいろ実験中ですね。はい、まだ全然書き込めてないですね。というようなことをですね、進めていきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。もうウルトラ地味な作業になりますし、それから、申し訳ないんですが完全にお見せできないところがあって、ぼかしながらというところも多々あると思います。2023年1月ですね、これですね。よし、1月はね、元旦、日曜日から元旦ですね。あ、使用するペンを紹介しておきます。希望としてはですね、モンブラン149でガンガン描きたいんですが、ちょっとこの小さな欄は難しいだろうなとあらかじめ思いましたので、セーラープロフィット 21M2 部です。これか、モンブランの廃盤になっておりますけど144
M2 部です。どちらかが中心になるんじゃないかなというふうに思ってます。あるいはこれもいいな、カベコのコレクションですね。実はこれがすごく書きやすいかな。でも皆さんの期待もあるでしょうから、セーラーで書きますねセーラープロフィット21です。相変わらず綺麗ですよね。僕はこのペンを持つとちょっとね、背筋が伸びるような気持ちになるんですよね。はい、もう全部黒のインクで書いていくことになるでしょう。旅に出ます。旅っていや旅だけど、旅行といえば旅行です。はい、ここで31日にも、これは僕の仕事ではない、僕がやることではないんですけど、全体のちょっとプロジェクトの動きですけどね、かわいそうですね、なかなかねどうなんでしょうか。それから、お、7月、あ、7、ん？あれ？これ時間どうだったかな？ちょっと時間が違うような気がするな。弓道ですけどね、鋳染めがあります。年の初めの一番最初の社会ですね。それから21日、これもね大事な大会なんですよ。選手権大会っていうのがありましてね、こんな感じかな。これで大体大きなところは、はい、では2月、あ、そっか、もういきなり大仕事なんだな。仕事もありますね。それから展示ですね。今のご時世ですから予約をしなきゃいけなくて、もう予約済みです。ワクチンヒストリーとかどこに書きゃいいんだろう。じゃあこれも書いといた方がいいですよね。じゃあ来年の手帳の一番最後のところに書いとこうかな。2回目、2回目、こんな感じ。まあ一応書いとけばね。あ、そうか、最近ですね、
固定できてるものに関してはこんな風に枠で囲んでやってます。まあこのマークは適当なんですけども、するとまあここはもう何も入れられないよってことがはっきり分かりますよね。そして夜、そうだな、奥さんがいないって言ってたな、夜ね、忘年会だそうです。僕もそうだ、まだ決まってないんですけど、未定の予定があります。あ、そうか、なんかあるな、ちょっと今ね、こちらの今年のデイリーの方を見ていたら、もちろんやり漏らしたといいますか、来年に送る事項っていうのはやっぱりありますね。ありますよね、それ。どこに書いとこうかな。来年でいいわけだから、フランクリンは1週間でね、1週間の始まりにその週のこうなんていうか大きな流れ、コンパスというものを書くようになっていて、それから月曜日が始まるってことになってるんですよね。これは年をまたごうが何だろうがこのルールは変わらないようです。2日が月曜日ですので、その月曜日の前にこのウィークリーコンパスがついてますね。ここへ書いとけばいいかな。目標とかじゃなくて、まあタスクかな。ABC とか書けとあるんですが、僕はもう丸印だけで終わったら潰すということにしています。早いけどもう書くんだな。それからやっぱりこうやって書いているといろいろと出てきますね。なんか今日の話だ、これで、必要項目は書き写しできたかな。そういえばこれ今週のコンパスなんですけども、Google、 これ前動画でもお話ししましたよね。 Google ドライブがいっぱいだ、それから iCloud もいっぱいだ。やっぱり年のうちにね、今動けないぐらいパンパンになってるので、なんとかしないといけないですね。まあ、動画を落としていくしかないと思うんですけど。あ、そう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 、お礼を一つ伝え忘れてました。あ、そうだよ、1月の土曜日の指導だ。なんか入れてくれって、指導の予定取ってくれって言われて、これ落とし込みができてない、やっとかないとやばいですね。こういうね、慣れてない予定がちょっとずつ増えてきてるのです。なんですよ。ですからちょっとずつね、慣れていか、まあこう書き写しながら慣れていくっていう、まあその習慣のためにも書いていくっていうのは時間はかかりますけども、いいことだなと思いますね。ということですよ。これで、はい、できました。2022年のオーガナイザーからですね、2023年のオーガナイザーに移すことができました。まだデイリーの方にはですね、このマンスリーのものをデイリーに移し込んでいかなきゃいけないんだけど、これはまた、ゆっくりとやってみます。こち
ちらの方で見ながら合わせていくと、あれ、あ、ここですよ。新年社会、あれ、新年社会、あー、そっかそっか、これ大事じゃないですか。これすごい大事でしたよ。もう忘れてどうすんだよ。もうやばかったです。なんか一つなんかないなって思ってたんですが、はっきり分かんなかったんですよね。書き損じるところでしたよ。これは良かった。やっぱりね、確認に確認を重ねていかないといけないですね。こちらはどうだろう、漏れはないかな。まあ細かいところは後で転記するとして、大きな予定で問題なければありがたいですね。もう1月は社会だけで出場するものだけで4つあるんですよね。いやいや、これは忙しい。いやいや、これは本当に忙しいぞ。奥さんから迎えに来てくれって言われて、あ、忘れてるじゃないですか。これね、こういうことをね、あって忘れてたって言ったら、もう後々ね、それをこう修復するだけでとんでもない労力が必要になりますからね。もうこういうことは絶対忘れないようにしないとね。書いてなかった、建国記念社会がある、ね、社会、これで1位になったら東京都1位ですから、まあ無理かな。無理でしょうけど、まあ頑張りがいはありますよね。ああ、それから26日の日曜日が親父の法事ですね。これデジタルだったらこんなことやんなくていいじゃないって大思いでしょうが、まあこんだけやればですね、頭にこう叩き込まれた感はあります。復活させたこう紙でアナログで管理していくっていう、毎日を管理していくっていう習慣ですけど、2023年も続けていきたいなと思いまして、はい、長い時間かかってしまいました。皆さんもこういう作業をおやりになってるんでしょうか。それとも大元はもうデジタルなので、こちらの方にこうそれを書き写して、まあ、あまり長いスパンじゃなくて1週間なら1週間っていう感じで管理されてるんでしょうか。まあ人によって相性っていうのはあると思うんですよね。自分の時間ですから、自分で、アイデアを絞りながらですね、知恵を絞りながら、自分流でまとめていくのがいいのかなというふうに思ってます。フランクリン大変ありがたいですね。紙がもう本当に気持ちいいです。もう紙はいいわ、このきちんとページを使わせてくれるこの佇まいの良さっていうのも最高ですね。こちらを2023年も使っていきたいなと思っておりますが、まあ先のことは先のこと、とりあえずは、春までは使っていけそうな感じがしております。まあ大事に使っていきたいなと思う次第です。こちらの方も育てていきたいし、こちらの機動力もですね、今後活かしていきたいなと思ってます。だけどこの3つでシンクロしなきゃいけないということを毎日やらなきゃいけないとなるとですね、これはちょっと煩わしいですね。フランクリンとミニだけで行くのか、あるいはこちらの役割をもっと明確に与えていくのか、あるいはもしかしたら英語登場というようなことも果たしてあるのかどうか、まあこのあたりはですね、使い進めてみて、考えてアイデアを広げていきたいなと思うところです。今日はですね、ダラダラとした長い映像になってしまいました。ご視聴どうもありがとうございました。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。